ハロー YouTube、今回はですね、こちら、この前の動画作った音声認証ブースについてね、またちょっとね、今どんな感じか紹介していきたいと思います。この前ですね、動画で、これ作る動画をね、上げたんですけども、そちらの方はね、概要欄かどっかにリンクがあると思うんで、そちらから、ぜひご覧になってください。ではですね、作ってから2ヶ月ぐらい、冬の間にですね、音声認証ブースでどんな感じで、できた、植物育ったんかなっていうところのね、報告と現状をね、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、じゃあちょっとこれ、ね、これ開けようと思います。これは磁石で止まってるんで、こう引っ張ったらこう磁石が落ちてこう開くんですけど、よいしょ。中はね、今もう5時ぐらいなんでそんなに暑くないですけど、もう多分40何度ぐらいにはね、真昼間はなってると思います。よいしょ。あ、かなり暑いですね。まあ下もですね、暖房してるんで、夜の間も下からちょっと土とかを温める感じになってます。はい、どうですか、いかがでしょうか。割と青々茂ってるんでいい感じだと思うんですけども、はい、今こっちの感じがこんな感じですね。なんかユーフォルビアとか、あとグリーノビアとか、あとはまあそうですね、この辺りはファキポディウムとかがいっぱい生えてるんですけども、あんまり発芽率良くないですね。この辺とかあんまりなんか割とバーッと巻いたはずなんですけど、この辺全然生えてなかったりとか、あっちはフォッケアエディリスですね、火星人ですね。この辺とか、これもまあもうちょっと出てほしかったかなと思うんですけど、まあ輸入した種だったんで、まああんまり発芽率良くなかったのかなとも思います。まあでも全体的にかなり出たやつは、今出てきてるやつもありますけど、かなりね、2ヶ月ぐらいでかなり大きくなったんじゃないかなみたいな感じですね。いや、まあ初めて温水未消っていうかね、こんなんやったんですけど、なかなかいい感じなんじゃないかと思います。あと下にもまあすごいもうすげえ高温になるんで、まあ一瞬水が切れたらすごい、まあすぐ一瞬で乾いていくんですよね。あっちの方に、よいしょ、こっちの方のですね、ここにヤトロファポダグリカっていう、なんかちょっとぷっくらした、まあ、開墾というか、まあ、開墾みたいな植物の、あとまあ花が咲くやつみたいなやつこう植えてるんですけど、こっちもなんか下に水も溜めてるんですけど、水が切れたら一瞬で葉っぱが枯れちゃうんですよね。これ中がもう本当にすごい40度ぐらいになってるんで、本当にもう水切らしちゃったら一瞬で枯れます。なので水切らすのだけはちょっと注意していかないといけないですね。さっきやったパキボディウムとかはね全然大丈夫なんですけど、こういうのはなかなかすぐに、ちょっとこんな感じになっちゃうので気をつけないとです。他にもですね、こっちなんだこれ、エンタダ、これもちょっとした開墾なんですけど、なかなかいい感じに育ってるんじゃないですかね。本当だったらもうこれそろそろ植え替えたいんですけど、まあまだ温水未消から出せないんで、この温水ね、温室、ちっちゃい温室から出せないんで、まだこのままです。はいはい、今まだ2月っていうか、まあ今年2月なんですけど、割と暖かくなってきたんで、まあ温水未消じゃないところのね、夏物もちょっと起きてきたんですけども、まあこれもね、2、3週間前ぐらいからちょっと葉っぱとか新芽が動き始めて、まあ温水未消の効果が出てるんじゃないかと思います。もうそろそろ植え替えないといけないですね。これあ、ちなみにパキポディウム電子フローラムです。あ、こっちもなんか別のやつもありますね。ちょっと混ざってます。
こんな感じですね。これちょっとあの2種類カキポディウム混ぜて植えちゃったんで、なんか2種類混ざってますけど、これもかなりいい感じで出てきてるんじゃないでしょうか。すごいツヤツヤしてますね、このカキポディウム。なんかもう茎がツルツルですわ、これ。なんだろう、これどっちがどっちか分かんないですよね。カキポディウム、ホロンベンセとエブレネウムが混ざってるんですけど、まあ、多分こっちホロン、このツルツルしたのがこれホロンベンセなんじゃないのかなと思うんですけど、どうなんですかね。ちょっとでかくないと、で、なってみないと分かんないですね。はい、こっちがあれですね、また火星人フォッケアエデリスと、こっちがアデニアグラウガですね。アデニアグラウガがなんかもうでかくなりすぎてすごいことになってるんですけど、下どうなってるんでしょうね。これ取れるんですかね、ちゃんと。まあかなりね、元気に育ってます。いいですね。これもなんかぷっくらしてきました。はい、あとこっちですね、サボテン置いてあるとこですね。はい、まあこんな感じです。まるまるぷっくりしてきてすごいいい感じで育ってますね。なんかあんまり火が強すぎず、なんですかね、水もやりすぎずな感じで、すごいいい感じだと思います。あとこの奥の方にちょっと見えてるんですけど、まあこれとかですね、イポメアとかもかなり、ここに置いてあるの大体はなんか芋系のやつが多いんですけど、まあ唯一と言いますか、ドリミオプシスの、なんですかね、これドロミティクス、これも新しくね種輸入して撒いたやつなんですけども、これもね腰水でずっと、めっちゃ鉢あったかいです。これすごい、なんですかね、もう30度ぐらい鉢あると思うんですけど、ドロミ、はい、球根もこんな感じで綺麗ですね。こちらが横にあったパキポディウム、エブレネウム。いや、もうギッチギチっすね。まあそこが深いので、この鉢はまあ全然問題ないんじゃないかなと。はい、というわけですね、温水未消のブースというか、まあ保温ブースというかを、紹介させていただきました。なんかね、まだなんかあの辺りとかなんか何入ってるのか全然わかんないんですけど、ちょっと森が深すぎて、まあ、もうちょっとね、3月か4月ぐらいになったらここも全部開けちゃって、こんなも全部植え替えていきたいと思います。はい、なかなかちっちゃいブースでかなりあるんで、そうですね、まあこの植え替えたらこれの10倍ぐらいの面積には広がるんじゃないですかね、あの8億面積が。そんな感じです。はい、またこの、まあ、割とうまくいってるので、またこういうの作り方とか興味ある方は、別の動画が、ちょっとリンクが概要欄とかにありますので、そちらからぜひご覧になってください。というわけで、ハッピープランティング。